仮面ライダーであることを思い出したウィザード。そんな彼の仮面ライダーとしての激闘の記憶。仮面ライダーウィザード相馬ハルトはファントムを生み出すゲートとなる少年と出会った。しかしその少年を絶望させるべく、少年の両親を赤いファントムフェニックスが狙う。戦いを挑んだハルトだが、これまでのファントムとは違う圧倒的な力を持つフェニックスに防戦一方となる。ボイスと BGM が 20% オフ。損させないよ。さあ、ショータイムだ。ねえ。さて、どうしたものか。ウィザード。
を切り抜けましょう。ふっ、ハットとか、ハッ、ビッグリーチ、ふっ、ショータイム、フリーズ、フィナーレ、まとめていく、フリーズ、こいつはどうだ、フリーズ、よっと、さあ、ショータイム、こいつはどうだ？フリーズ！フィナーだ！さあ、楽しませてもらうぜ。まとめていくぜ。ショータイム、フリーズ、ストレスマン、フリーズ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 、てめえごときの魔力で俺にかなうわけねえだろ。うらっ、ガー期待外れだったな。グールをばらまいてゲートを探しに行くとするか。ウィザード、まずい、急ぎましょう。それじゃ、行くとしましょうか。さあ、お願い、守って。こいつに行くか。フリーズ、魔法の力見せてやるよ。フリーズ、クソ、どこ行きやがった。ゲートの親どもめ。おい、そっちのお前ら、お前らはこの辺を探せ。どんくせえやつらだ。まずいわ。やっ、破壊目標を速やかに壊して。速やかに壊して。
まとめていくぜ。フィナーレだ。脅威ね。
何の疑問も抱かぬまま互いを倒すべき敵と信じ、凄まじい戦いを繰り広げる仮面ライダーたち。果てなき闘争の中、ウィザードは自らを呼ぶ声に気づく。かすかなその呼び声に希望を見出したウィザードは、自分の中の敵を打ち砕き、見事に記憶を取り戻すのだった。ウィザードを呼び覚ました声の主、カナリアは、ここが人々の記憶を奪って支配下に置く鳥かごという仮想世界であることを告げる。他の仮面ライダーたちも皆記憶を奪われ、その精神を疲弊させるための戦いを強いられ続けているのだという。彼らの記憶を取り戻すには、一人一人の心へ潜り、その奥底に眠る疑似記憶を埋め込まれた彼ら自身に打ち勝たねばならないのだ。ウィザードは全ての仮面ライダーの希望となるべく、彼らの心の中へと身を投じるのだった。さあ、ショータイムだ。今日はボイスと BGM が 20% オフ。損させないよ。さあ、ショータイムだ。さて、手合わせ狙いますか。ウィザード、急ぎましょう。敵を倒した。次はこれだ。
フリーズ。ハッフリーズ。さあ、ショータイム。フリーズ。ドッドハッ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 ドッドI'm gonna go to the hospital.